100円バス、100円バス、100円バスとは、路線バスの路線において運賃が100円であるもの、またその路線を指す。ワンコインバスとも呼ばれる。1路線全区間において運賃を100円とするケースを100円バスと呼ぶのが一般的だが、類似例に、区間、距離を限定して運賃を100円とするケースがある。同一エリアで両者が混在している例もあるため、 本項目では両者について説明する。ただし、一般路線バスの最低運賃が100円以下だった、時代のバスについては100円バスとは呼ばれていない。既存のバスに比べて、低廉で覚えやすい運賃を設定することで、バス利用を促進するものである。市街地、観光地での回遊性向上のため、住宅地の生活の足としての利便性を向上させるため等。 目的は様々である。住宅地の生活路線的なバス路線にはコミュニティバスがあるが、100円運賃のコミュニティバスも数、多い。コミュニティバスブームの立役者となった武蔵野市、ムーバスも100円バスである。なお、一般路線バスの初乗り運賃を100円とするケースもあるが、これを特別に100円バスと呼ぶことは少ない。1995年より先日の ムーバスは100円バスとして運行していたが、当初は試行運行で、広崎商工会議所より補助金を得て運行していたためコミュニティバスに近い形態だったが、収支が良好なことから1999年4月1日からは補助金なしの本格運行に移行している。これに先んじて、群馬県前橋市において、 前橋駅から 1km の区間に限り運賃を190円から100円とした例がある。これは区間、距離を限定して運賃を100円とするケースにあたる。1998年1月1日から試行実施され、翌1999年により本格実施された。本格実施にあたり 2km までの区間も150円に値下げされている。 1998年7月1日には、遠州鉄道が、バス、電車全路線一斉に初乗りを、従来の150円、電車は120円から100円に値下げした、バスに関しては、バス定間距離によっては1区間でも100円とならない、バイモル。遠鉄バスでは、これと同時に120円、130円、140円、新、150円区間が、 電鉄電車では100円区間と新120円区間が設定された。これは浜松市のオムニバスタウン施策の一環として行われたものであり、試験実施は行われず当初より本格実施されたが、路線バス、鉄道における初乗り100円運賃の効果の実験も兼ねており、浜松市内のバスのみにかかわらず、浜松市外を含めた同社の全バス路線並びに、 鉄道路線に適用された。結果は、収入は、微減となったものの、バス、電車とも利用者が増え、利用者の減少が続く公共交通事業での利用者増加の例を示した。なお、近隣の豊橋鉄道、現、豊鉄バスでは1998年12月18日より、補助金や市町村等の施策が関わらない完全な民間ベースで初乗り100円が、 本格導入されているほか、浜松市内において2007年に浜松バスが路線バス事業に参入した際も完全な民間ベースにて全線で初乗り100円を実施しており、事業者の枠を超えて周辺地域に定着している。仙台市では市が策定した中心部の利便性向上と渋滞緩和を目指した計画に仙台市交通局と宮城交通が賛同し、 区域内の運賃を100円均一とする100円パックをスタートさせた。この制度は専用車両を導入せず、市の中心部を走る両社の路線バスの料金を据え置く制度である。両社は仙台市内において競合するライバルであるが、宮城県が主導した交通需要マネジメントの社会実験が高評価であり、後に愛子観光バスも追従するなど、 官民の枠を超えた事業として定着した。バス事業の自由化を見据え、先手を打った形のものとしては、福岡市で西日本鉄道、西鉄バスが1999年7月1日より9ヶ月間、試験導入した100円循環バスと福岡都心100円エリアがある。これは、福白都心約 1.5km 四方のエリア全域において、 運賃を100円とし、合わせてエリア内を循環する100円循環バスを運行するものである。結果として、福岡市営地下鉄、マイカー、徒歩からの転移もあって、乗客数が前年比173.9%を記録し、2000年4月1日からエリア拡大100円エリア定期券施設の上で本格実施に移行した。後に、西鉄では、 福岡市内及び近郊の主要駅、北九州市内主要駅、西鉄久留米駅から 1km 以内のエリアでも、駅から100円、駅まで100円バスと呼ばれる100円運賃を実施した、ほか、小倉都心にも100円バスを運行開始した。しかし後に、駅から100円、駅まで100円バスは対象駅を減らし、小倉都心100円バスは運行終了しているほか、 残存する100円区間についても、定期券は、通常運賃基準での計算に戻されている。京都市では、MK タクシーが都心部の循環100円バス運行を計画したことがあるが、京都市、京都商工会議所等からの反対により、断念している。後に、京都市 AA バスが、京都市内中心部で土曜日、休日に、限り100円バスの運行を開始した。 ただし2000年に特定日のみ平日にも試験運行を行った時期もあった。また2007年や秋には試験的に特定日に増発も行ったが、この増発分については小型ノンステップバスの日のポンチョを使用していた小型車両の使用も試験的。しかし近年では時代情勢の変化により消費税増税などを機に100円運賃を廃止し値上げする例も出てきている。 100円バスの路線は日本全国に無数にあるためここでは個別に紹介しない各バス事業者または営業所記事及び日本のコミュニティバス一覧のページを参照のことなお前述の通りコミュニティバス以外の路線であっても一部区間または全区間で100円あるいはその前後の運賃となっている路線も存在する国際工業バス反応営業所 埼玉県管内では2014年5月16日より1年間ワンコインバスの実証実験を反応駅から一定特定区間で期間限定ながらも実施している大人100円小20円というワンコインでありかつパスもスイカといった IC カードでも適用される深夜バスは倍額運賃ではあるが日中同様 IC カードでの利用もできるなお 反応市は2016年、平成28年4月15日付の市、公式ページにおいて、ワンコインバス制度の運用を2017年、平成29年5月15日まで延長すると発表した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。